よでは続きやっていきたいと思います。どうしますかね。とりあえず農場行って46号に話しかけてっていう感じかな。シロの前で待てば止まったわ。まずは農場、新しい種になったはずです。おお、もう育ってる、やったおお、すごい、すぐだ。あれ、冒険に行ってたから結構日数が経ったのかな。じゃあもう一遍ノース これ忘れたりしないよね、動作。性格が変わっちゃうとできなかったりするのかな。天の恵みじゃあ。やったー。というわけでこれもまた実がなるのを待ちましょうかね。で一応義人の村行って、格闘大会が始まったね。僕ら義人は出られないけど、ピンノなら人間みたいだから。出られるかもしれないよ。また不正ですね。というわけで格闘しに行ってくださいっていうことになるのかな。あ、ここか。参考アート、あ、違うな。ここか。タッグ、まあちょっとその売ったアイテムをまずお金をいただきに、畑のお金をいただきに行きましょうかね。で、ついでに何か買うやつあるかな。おお、乱暴な子になっちゃった。お、結構お金入りましたね。素晴らしい。ただ今乱暴な子になっちゃってますね。これはいいのか。買うようなものある、その前に売るものって何かありましたっけね。そんなに売るものは何かな。種いらないですかね。まあ種の分け方忘れたりしないするかな。でサッカーボール、あ、僕はないか、ないかな。さてと体力バッテリー、鉄器の石、なみなみなんすか、なみなみって。あー、平均にするっていうやつですね。そうだな、あのやる気を増やすアイテムってなんかないんすかね。インチャージャー、インチャージャー、シーチャージャーは違いましたね。あ、花、あ、花、花でもどっかでもらえるかな。杖ってそういえば何に使うんですかね。あ、品切れ、なんか後々使う感じですかね。あ、意外と、ん、全下げる、全部下げるのかな。じっとしてろ、根気、地震通風、翼寝れる。根気は
あ、気力バッテリー、これかな？体力バッテリーとそうですね、ついになってるやつ。もう一つ、欲しいな。体力バッテリーは、一つ持ってないです、さっき。あらららら。ごめんなさい、間違えました。あ、持ってますね、体力バッテリー。出るのでいっか、こんなもんで。A チャージャー、あ、そうか、 A チャージャー、 B チャージャーとか買っときますかね。うん、 B チャージャーちょっと買ってみましょうか。あれ？品切れ。あ、そうなんだ。どうしよう。C はちょっと怖いですよね。何か下がるっていうやつですよ。上げたやつは、章をまたいじゃうと、なくなったのかな？上げたじゃんはある？あ、これは、あるんですね。じゃあ2本か。お、いいね。お、褒められたぜ。この攻撃的な性格はどうなんだろう。戦いにおいてはいい気はしますが、どうしますかね。一回韓国跡っていうのもちょっと気になるんですけど、一回行くだけ行ってみますか。お、実力を試してみましょうですね。最初はどうだ。坊や、口の利き方に注意しな。おっと、聖剣好き。おっかね。はい、というわけでね。挨拶の仕方をなんとかせえということでございますね。誰相手に挨拶とか練習すればいいんだ？挨拶するような相手、困った時の46号。教えて。ジャンヌ。気が強いからな。あのね、知ってる？ジャンヌは頭のいい男に弱いんだよ。日頃の行動は一番高い能力に影響されるから気をつけてね。なるほど。頭を良くしなさいということでしょうね。じゃあどうしよう。一回家に戻って、ちょっと本でも読ませます？やっちゃって。ういこっち。読めるかな？わかる。しよっと。お、褒められたで。このセリフが変わればいいのかな。お、褒められた。あ、正しいのかなになったな。これで いけんのかな。ちょっと行ってみる。か、一旦こうショップに行って様子を見るっていうのもありですかね。ショップのおじさんで反応がわかりますよね。
白に対する反応とかは優しくしましょう。ほう。あ、なんか賢そうな反応はしますね。出るかな。気力がちょっと減ってる状態ですが、見てますか。結構適当にチャレンジ。こんにちは。会場どこですか。さすが。会場知るんだけど、坊やまさか出るんじゃないだろうね。なわけないか。ふふふ。お。なるほど。剣の振りを。ダメだダメだ。ん？待て。ハイマントにボサボサ頭、イカブカのつなぎ。もしかしてミッサル様のおっしゃってた。お、報告しに行った？変、失礼です。出場を許可します。念のためにそこの追求を使いこなせますか。お、どうでしょう。かかってこい。おお、ほほ、なかなかの検査オフですね。では本格的にテストを行います。こいつと戦ってください。お、あれそのままいっちゃう。4815。ふん、人間の子供がちょろちょろい。お、バトルですか。あ、でも大丈夫そう。なんか雰囲気ダメージが全然違う。もう一発。おお、連チャン攻撃。おお、きた。強い。子供が鬼神兵を信じられない。お見事。おめでとうございます。テストは合格です。それでは会場までお送りいたしましょう。あれ、紙パス一人様のこのまま行っちゃう。74ですけど。あ、そしてカメバスすごい。垂直離着陸ですか。乗ってっちゃった。これ失敗したらゲームオーバーですかね。まずい。準備全然してない状態で送り出してしまった。うわマジか。これより格闘大会を始める。出場者は、え、1名？それも子供？メサー様がやらせろって。あ、本、失礼。この大会の優勝者は我が国最高の格闘家として認められ、小僧王の近衛兵としての道が開かれる。視聴者にはこの大会の名に恥じない戦いぶりを期待する。なお、大会で使用する剣は全て模擬刀である。それではこの大会の主催者、主将メッサラ様と、ここをコロ三世様のお出ましである。
構遠いな。王様だ、すごいすごい。おお。ん？子供じゃないか。何を考えておる。子供が大会に出場できないのは、そうでも承知しておろう。王様、ご心配には及びません。あの子は普通の少年ではありませんから。何？普通の少年ではない。バカモン！どっから見ても、ただの少年ではないか。どういうことだ？王様、彼の戦い部はとにかくご覧ください。それと彼には本来の大会のシステムが必要ないでしょう。本来の大会のシステム？いきなりですが、ジャンヌを当てます。あ、さっきのお姉ちゃん？ジャンヌだと？くだらない冗談を言うな、ミスさん。くっくっく。さあ、どうでしょう。ジャーン！その子と遊んでやれ。あれ、素手対。まあ、模擬刀ですが、武器ですか。誰だ？あたいの遊び相手は？え、お前、城の前で会ったガキじゃないか。チェ、なんでジャン様と、あろうものが、こんなしょんべん臭いガキの相手をしなくちゃならないのさ。たく、めっさらめ、何を考えてんだか。ふっ、まあ、仕方ないか。お仕事、お仕事。坊や、子供だからといって手加減はしないからね。行くよー。お、ていうか、尺？あ、でも結構いけそうな感じはする。おお、強い。あらら、おお、強い。相手のは1にしか食らわないんですね。おお、あー、でも結構食らってますね。あー、食らってますね。防御だ、防御、ナイス。あー、もう一発。あはは、頑張れ。おお、来た。なんと、信じられん。あんな小さな少年がジャンヌに勝ち負ったぞ。ジャン、貴様、相手が友だと思って手を抜いたな。いて、そんな手なんか抜いちゃいねえよ。でも、舐めたつもりじゃなかったのになぜだよ。悔しい。くっくっく。ジャンヌは決して手など抜いてはおりません。あの少年は本当に強いのです。でも王様、まだまだあんなものではありませんぞ。ガーディー、相手してやれ。ちょっと500って。坊主、なかなかやるじゃないか。この統一の女性格とかジャンヌを倒すとは並の少年ではないな。気は進まないが、君の本当の力を試させてもらうよ。500って。あ、しかも結構相手の攻撃も減る。これあかんですな。あ、でも結構耐えてるな。おお、耐えてる耐えてる。わあ、ダメか。ダメっぽいな。連戦だしね。せめて途中でアイテム使えれば。
かったんですが、ちょっときついですね。あー、もう一発もらうと終了してしまう。あー、パターン9。レサラ、ドガは普通の少年ではないのだ。いや、こんなはずでは。変だな。お、修理中。交渉しちゃった。ことこではオートメンテをやってくるんだけど。電気代3000コルロ。メンテに3日。以後気をつけようね。うわー、でも3000は意外と安いですね。3日はちょっと、またお会いしましたね。あらま、そういうことですか。剣、どうしようかな。鍛えたら攻撃力とか変わんのかな。ちょっと今、ちょっと待って。ちょっと出ちゃう。今どのぐらい剣触れる？あ、結構いけるんだ。あれ、アイテム、この A チャージャーとか使えばいけますかね。あ、B チャージャー持ってるのか。持ってるから品切れだったのかな。おっと、どうしようかな。一応3日経ったので、ちょっと畑は確認して、46号で、ちょっと、どうしたらいいか聞いてみますか。おー、すごい。実ができるのが早い。3日ぐらいあればできるんですね。もう一回。お返しとこう。よっしゃ。から入ったら変えるのかな。あ、ちょっと、もう、おー、上がった。でも相手500だったからな。もう一個 A チャージャー使う。またこんなことになっちゃった。まだちょっと待って、 A チャージャーもいっとく。2つあるしね。いつまで上がるんだマックス。これでいけるかな。ちょっと B チャージャー A チャージャーがかどうかを今日は確認するの忘れちゃった。相変わらず難易度が悪い。あれ、ね、高いの次。
やっぱ持ってるとダメなんですね。消費すると買えるのかな。買える？あ、ぽいですね。お店で買ったやつを消費すると買えるのかな。さて、どうしますかね。390いけるか。ビーチャー、じゃあもう1個上げとくか。上げていきましょうか。うん、結構いいんじゃないですか。490あれば。こっか。あ、じゃあ、いない。あ、やるじゃないですか。子供っていうのは実は嘘でしょ。城の兵士はみんなあなたの場所に地球ですよ。今度は頑張ってください。応援してますよ。お、あ、続きからやらせてくれるのかな。あ、ジャンヌは飛ばしていけるんだったら結構いいんじゃないですかね。あそこまで行くのに飛行機じゃないとダメ。門通してくれるだけ。お、続きからだ。いけるかな。そしたら信じられん、また気負ったぞ。申し上げたはずですぞ王様。あの子は波の少年ではない。ガーディー少年、なぜそれほどまでして挑んだ。なぜだ。疑問には答えないですね。え、わぁ、自信なくし。勘弁してください。なんだこりゃ。ミニクイズショーで。なんと、情けない。いや、こんなんで変だな。自信がない。自信をつけなきゃいけないってことですね。そうか、負けて自信をなくしちゃいましたか。自信スケールだか、アゲールだか。お、ください。あ、賢そうになり、今季地震通句、これかな。今季は地震をつけてもらって挑めるかな。飲むだけじゃダメかな。怖いもんなんかないぞ。これはいけるね。あ、気力が回復した。さあ、2度挑戦。さっきは戦ってもいないけど。あ、今日は終わりましたので、また明日出直してください。だってなぬ。一日経過しないとダメなんだ。あ、どうしよう。あ、じゃあ、ここ、行ってみましょうかね。参考あと。これなんすか？おっと？ほほう。なんか、アイテムがありそうな予感ですか？
レイ。あー、減るなー、これ。一日、アイテムであげた分って回復してくれるのかな？ホットで休んだら。またアイテム使わないとダメかな？しまったな。お、あれ？お、開けれる？あ、ダメ。ふーむ。あ、ダメか。取り分け、うまくなったらいけるのかな？どうしようかな？ポットでもう休むか。港って今どうなってるんだろう？よし、おいらピーノだ。おいおい、あんたもう行っちまったぜ。ま、寂しがるなって。あ、もう終わったイベントって感じですね。あ、じゃあもうしょうがないですね。ポットで休んで、1日経過させて、向かいましょうか。はい。100Pまでチャージ。やっぱり、お薬であげた分は、ダメってことかな？あ、回復しないですね。なるほど。ってことは、今回もし勝てないと、動作でさっきの単行跡開けられないんだね。端っこと開けないとダメかな。ちょっと今は大会優先で。さあ行ってしまおう。今度は逃げないでくださいね。クスクスだって。照れてる。リアクション間違ってない？あ、今度逃げずに行けるかな。ちょっと今の反応怖いな。そしてこの毎回の移動ムーブ。さあ、このリアクションは一緒ですね。ガーディの反応は？少年、何を読んでくる？一緒ですね。いいね。よし。お。OK。あ、ガーディもガードするな。結構。あ、結構なんかガードしてるね。当たらないな。お互いのガードで全然減らないっていう長期戦。あれ？全然当たらない。あ、やっぱちょっと数値が何か足りないんですかね。入らないですね。お、うわ。結構いい勝負。
あ。あ。よし。お、下段も打てるんだ。わ。お。あ、結構ダメージ入ったな、今の。会心の一撃ですか。おほほほほ。いけー。押し込め。お、いける。畳みかけろ。もしかしたら次があるかもしれないし。一気にいけ。お。今の連チャンいいね。胴脇。あ、勝てない。おー、相手も、会心の一撃が出る。ノーえ、これ、次、戦いあったらまずいな。てか、これ以上のやつが出てきたら勝てなくない？はい、お、下段も止められる。ノー。あー、まずい。逆転された。よし、もう一発いけいけ、頼む。よっしゃ深く。この子は一体何者なのだ。人間の強さを超えているではないか。はっ、もしや。お、ガーディーは気づいたかな。なんと、ガーディーも倒してしまうとは。わしは夢を見ておるのか。いえ、王様、これは夢ではありません。何もなく、あの少年は私たちの目の前で我が国最強の戦士二人を倒したので、くっくっく、その申したことは信じてもらえたでしょうか。メッサラ、あの少年をわしの近衛兵として召し抱え、特別に優遇せよ。10年、いや100年に一人の、まさに格闘の天才じゃ。ウー自衛隊、私は早くあの少年と話がしたいぞ。後ほど、ごゆるりと。お、イベント終了かな。そして、格闘大会に優勝したピーノは、王様の家来でも滅多に入ることができない、お城のてっぺんにあるコルロの間に呼ばれたのよ。すごーい、いいな。わーい、王様がこんなに近い。はは、あ、こういうことできるんだ。ははは、そんなに緊張せんでもよい。少年よ、見事な戦いぶりであった。名を何と申す。ピーノ。お、なんと元気のよい子じゃ。まずはピーノの優勝を称えようぞ。それにしても、ジャンニはガーディーを倒してしまったわ。まだ信じられん。ピーノよ、いかなる練習をすればそのように強くなれるんじゃ。インカやうわっ、首が。貴様、擬人か。メサラ、どういうことだ。貴様、知っておったな。むー、おい、へい。は、お湯でございますか。そこの少年、いや、擬人をひっとらえろ。あら、擬人の分際で王を欺いた罪じゃ。死刑じゃ。おやめください。何？メス
したら足に差しするのか。恐れながら申し上げます。その少年は義人とはいえまだ子供、子供を処刑するのはいかがなものかと思われますか。しかしそしたらそのような義人を放っておくのは危険すぎるのではないか。私にお任せください。良い考えがあります。なるほど、頭の良いお前がそう考えるんだ。よかろう、あとはそっちに任せる。しかし不愉快じゃ。ふんふん、義人嫌いなんすかね。ケノ君、驚かせてすまなかったな。私は君の力をこの目で確かめてみたかったのだ。それに君が義人であることが王様に知れたら、すぐに試合は中止になっていただろう。どうして僕を助けてくれたの。くっくっくっ、おい、へい、は、お呼びですか。お帰りになる、シムストーンでお送りしろ。理由は話さず、それと優勝トロフィーも家にお届けしておくように。は、かしこまりました。さ、キム殿、こちらへどうぞ。なんでおこのタイミングで時として戦う心回路。心がピンピン。なるほど、まあ、クックックって笑い方をするやつは多分悪いやつですね。なんでピーノさん、命のうちにこんなこと言うのも失礼なんだけど、私、あのマスサラって嫌いだわ。だって何も悪いことしてないのに、博士を助けてくれないんだもの。博士、今頃どうしてるのかな。やべ、サーカスがやってきた。ミミさんがお店を始めるみたい。ミミさんってね、義人のアイドルなの。だって人間なのに義人にとってもやらしいの。それとサーカスも始まったのよ。素敵。サーカスのスターにしてあげましょうよ。裏通りの掲示板は見ておいた方がいいよ。なるほど。いや、というわけで一旦ここで終了して、まあ武闘大会優勝ってところですね。日数経過しちゃうんで休みはせずに、はい、はい、というわけで今回はではでは。